これが、生島ひとりさんがね、見えてさ、で今いろいろ打ち合わせしてね、でちょっとプレッシャーかけられちゃったからさ、昨日おとといでね、ちょっと原稿をね書かせてもらって、まあ多分もう6万8千くらいいったんで、大体8万いくとね、一冊の本になるんで、あと5月終わりくらいまでには書き上げられるかなってことで、でそれだけじゃなくて、この次のね出版物もちょっと、じゃあこのメジャーでさ、もう少し、なんかね、大きいところでデビューしようよなんて話になってて、でそれを、まあ、今打ち合わせ進めてるんだけども、それでね、原稿さこう書いてるよね、でさ俺ね、高校時代とかさ、まあ、小中高校ね、原稿ってさ、書く癖がないじゃん、書けないんだよね、なんでかって国語2だからいつも言うように、国語はね、なんか知らないけどさ、先入観があって勉強する気がしなくて、でダメだったんだよね。ところがさ、たまたまね、ほら学校出てから結局アルバイトの延長線上でね、まあ、輸出の仕事を始めるようになってきた時に、いろいろね打ち合わせする時にさ、書類を作るじゃん。でそれを書類を作るのと合わせて、今度さ、なんとかな、雨が降るとね、仕事が飛んじゃったりするんだよ。するとさ、このまま肉体労働やってたらね、一生これで終わっちゃうかなと思ったから、とりあえずね、何がいいかと思ったら、まあ、たまたま読売新聞社でさ、コピーライターコンテストってのがあって、でそれに応募したのね。したらさ、一応コピーライターコンテストで 4作くらい出してさ、その1作が特別賞を取ったわけ。で俺結構イケてんじゃんと思って、でそれからね、要するにコピーライターの道ってちょっとさ、レベル高すぎるから、ちょっと 俺じゃ無理だと思って、で何したかっていうとね、原稿を書くような仕事に就きたいなと思って、で小説書き出したんですよ。でまあもう笑っちゃうくらいのね、その、文章力なんだけども、一応書くっていう癖をつけ出したら、今度はね、書くだけじゃダメだってことが分かってきたわけで、そうするとどういうことかっていうと、相手方にどのように伝えられるかっていうのを研究するようになるわけね。でそれで研究するとさ、相手方に伝わるようになるよね。でそれでさ、今度はじゃあどういう形にしたら分かりやすくなるかなとか、いろいろ考えてさ、要するに、書くようになるじゃん。でそうするとね、たまたま、まあ、31の時かな、講演頼まれて講演行った時に、そこに出版社が来てね、要するに、ね、今の話すごい面白かったから、書籍にしませんかって話になって、で、一発目ね、その賃貸管理マニュアルっていうのを出したわけで、その時にさ、ビビんなかったのは、そのね、二十歳くらいの時に、要するに雨が降った時にね、原稿を書く癖をつけてたから、全然臆することなく、あ、じゃあやりましょうかっていうことになったわけでね。これさ、最近またね、いろいろこう思うようになったんだけど、まあ、この間ちょっとね、言った言わないの、またくだらない話ですよ。でね、よく聞いてみるとね、要するにさ、全く意味がないことなんですよ。なんでかというと、確認ができないわけ。相手方の言った確認をこういうふうに思っちゃった。で、相手方が言ったら、当然そういうふうに動くと思った。ね、で、それ、思った思ったで、全然全く違う、仕事になっちゃって、で、結局今それね、まあ、解決したんだけども、それよくよく見るとね、原稿を書かない人たちですよ。要するに伝える能力がない人、要するに僕たちがね、喋ったり、ね、書いたりする、ね、動物ってさ、例えば、イルカなんかはね、要するに超音波発してさ、ね、コミュニケーション取るね。動物もそうだよね、鳴き声で伝えるよね。でさ、コミュニケーションってその動物ごとにこう出来上がってんだけど、人間の能力っていうのがさ、何かっていうと、まず一つは仕事をすること、要するに食べる寝るだけじゃないわけ、仕事をするってこと。でその仕事をするにはどうするかっていうと、伝える能力がないと仕事にならないってこと、ね、でその伝える能力が間違えると、みんな間違えることになっちゃうわけでね。大事なことっていうのは、伝える能力は書くことだ。要するに動物の世界でさ、霊長類だけですよ、物を書くっていうのは。で物を書いて伝えるっていうのは、ね、動物の中で、ね、人間だけですよ。でそこの人間の能力の劣ってる人って結構いるわけ。それ何かって言ったら、伝える能力が低い人なわけだから、ある意味でね、そのまあいろんな形でさ、言葉っていうのがあって、で特に日本語が難しいのがさ、英語はさ、要するに、アルファベットで全部作り上げられてるから、個数が少ないから比較的
ね、あの伝え割りやすいんですよ。でところが、ね、日本は、もうね、要するにもう伝え方、ね、もういいよっていうのか、いいよっていうの、ね、ただそれだけどね、原稿で書いていいよって言ったらイエスなのかノーなのか、ね、いいよは2つの言葉なわけだから、そのいいよっていうものの前に何か、ね、あの要するに確認をして、これでいいんですか、いいよっていうのか、ね、これをしてみませんか、いいよそんなことしなくてもっていうような後ろをつけないと、要するに言葉って伝わらないようにできてるわけに、日本語はね。でそれがさ、書いてると分かるんですよ。とかね、書かないで仕事についてる人たちは分からないわけだから、ね、それいいよって言ったら、ね、それはいいよって言ってるのか、いい本当にいいって言ってるのか、ねとかね、要するにこれはこうなんですよねって言った時に確認をしないまま、そのままこれはいいと思ってスタートしてしまったら、戻るのにすごい時間がかかるでしょってこと。あともう一つは、我々ビジネスで仕事してるとお金がかかるわけ、そこには、ね、あともう一つは仕事ね、要するに頼むよね。そうさ、仕事頼むと、ね、優秀な人は、ね、3日で片付くものが、要するにダメな人は1ヶ月も経ってもできないって人いるわけ。それ何かっていうと、仕事に対する物事の考え方が、要するに早く終わらそうっていう意識がないわけ。あともう一つ、期限がないね。で期限がないっていうことは、さ、その期限、例えばさ、ね、僕はね、将来1000万のお金貯めたいんですよ、言ってるよね。将来いつなのってこと。死ぬまでに1000万なのかさ、ね、来年までに1000万なのかさ、っていうことで期限決めないと、同じ目標だけど違う、要するに目標になっちゃうわけ。ただ人っていうのはね、そういうことを なんとなくダラダラと思っちゃうことを、要するに具体的に、要するに計画が立てられない、つまり計画を立てる能力が低いってこと。それは物に書くっていうことを、ね、できない人が、要するに時間とともに、要するに、お金がロスしてしまうってことになっちゃうわけ。そこはね、ちょっと今ね、僕はこの会社の中でビジネスしてるんだよね。要するに我々みんなビジネスマンなわけで、その中でやっぱり俺ね、例えば、まあ、今日ちょっとね、書いてあるけど、日報すらつけない人いるんだよ、うちの会社の中に、ね、あともう一つは車のね、管理、車をね、要するに移動し動かした人は日報つけなきゃいけないっていうルールがあるのに、つけない人いるよね。あともう一つはね、物事を伝える能力ね、要するに日報、ただ今日やったこと、はい、明日やったことやること、ただそれは日報じゃなくて自分の計画なだけじゃん。僕が求めてる日報っていうのは、今日こんなことあったけどこんな風にしたらいいよねとかね、要するにこうしたらもっと良くなるよねとかいうのがあって、僕日報と思うわけでね。それがさ、要するに書く、また伝える能力、それね、あとまあ今うちの会社でフェイスブックとかブログとかどんどん書いてるね。よく見てごらん、仕事できる人ブログ書いてますよね。仕事できない人ブログ書いてないですよ。あとセミナーでお客さん発生する人ね、の多くは自分でブログで告知してる人でしょうね。でそれってことは、ブログとかフェイスブックとか、要するに今のね、いわゆるそういうネット環境を活用する能力がない人は、逆に言うとそこを劣ってるじゃんってことを考えなきゃいけないよねってこと。もう何年間もね、要するにそのブログとか書かない人いるね。あと何年間もね、フェイスブックとかね、参入しない人いるね。ね、何年間もさ、要するに日本も書かない人いるね。何年間も報告書書いたことない人いるよね。って言ったら、この人たちは何年間もロスしてたでしょってこと。仕事に対するロスですよってこと。ね、これジムは別としてもね、営業せめてさ、ね、その売り上げを上げるとかね、要するに自分たちの考えてることを伝えるとかいう伝える能力っていうのは、実は今は写真、動画、ね、原稿なんですよ。で写真と原稿はセットじゃないと通じないわけで、僕は今この、ね、朝礼っていうのをやってるね。これ簡単なことなんだ。何かあったら喋ればいいことだから、で喋ったことがそのまんまアップできるから。だから僕はね、これずっとやってるわけ。もう4年もやってるのかな。もう500数十回録音してる、録画してるわけ。なんでかって言ったら、後でこれ言わなかった方が良かったよねとかならないんですよ。なんでかっていうと、いつもいつも僕はものを考えて喋ってるからなわけでね。それは癖がつくんですよ。だから人に物事が伝える能力ってできてくるよねと。今僕はこの生島ひろさんのやつは、今度ね、漫画をね取り入れるっていう、この間ね、木内くんの本 に使った手法なんだけども、書いてみるとすごく分かりやすい。うん、なんでかって言ったら、欧州アホが自分の中でできるから。だからそうすると、
あ、こいつこう言ったらこっちに伝わるよね、でこいつはこういうふうに答えたらこちら側に伝わるよね、で見てる人が一番ね短時間にあの効果のある要するに、伝わり方って何かなって考えたら、ね、欧州話法で一緒に喋った内容がそのままダイレクトで伝えるっていう能力、これね、あの最近気がついたんですよ。だからもう今回はもうほとんど漫画漫画なんだ、ね、それシナリオずっと書いてるわけで、そうするとね、あ、この言葉いらないなとか、あ、ここのとこは言わなくてもいいかなとか、あ、ここのとこはあんまり伝える必要もないかな言って気づいてくじゃん。そうするとね、すごく短い短時間に物事が伝えられるってこと、ここはね、また新たなね一つの能力だなと思う。とにかくね、いい、特に若い人ね、もう時代がさ変わっちゃってるわけだから、ね、でそれはもう Facebook とか、ね、ブログとか、ね、積極的にうちは、ね、書いてくださいって言ってるわけだから、ね、普通は会社、ね、普通の会社はお前そんなお前や、ね、あの仕事時間やってんじゃねえよって怒られるのが普通じゃん。僕はそうは思わないわけ。なんでかっていうと、その積み重ねが僕は逆に言うとこの人の成長につながるんじゃないかなと思ってるわけ。なんでかっていうと、原稿を書くってさ、なかなか機会与えられないだろ。だからね、原稿を書くことはね、機会を与えてることだから、これね、1日ね、例えば、10分書いたら、これ毎日続けたら 1年間で何分ですか、ね、3650分ね、使うわけで、それが10年間だったら、ね、その10倍ですよ。でそうなってきた時に、その能力って絶対後で価値が出るから、まあ、ぜひね、ちょっとそういう、ね、能力つけてくださいってこと、まあ、物を書くっていう癖つけてください、ね、お願いします。以上。